こちらが3つ目の質問です。またこの原付と河村議員、発言の時間が過ぎております。発言は簡潔にお願いをいたします。原付と二輪車等の延期をする財政を負担するのは国でしょうか、市でしょうか、財政負担する河村議員、河村議員、発言時間が経過しておりますので、質疑のすみません途中なんですけれど、持ち時間を経過しております。通告した質問がまだ終わってないんですけど、通告の発言時間がもう過ぎております。わかりました。じゃあ以上、回答お願いします。はい、執行部に申し上げます。発言時間の範囲内のに行われた質疑についての答弁を求めます。はい、財政局長。河村淳議員の議案第97号に対する質疑に順次お答えを申し上げます。丸1、盆栽や人形、地下鉄延伸用途に納税された場合で、人形会館や延伸が中心になった場合、納税されたものはどうなるかについてでございますが、寄付金につきましては法的には納付者に返還する義務はご生じませんが、受け入れ先の事業の執行状況や基金の目的に応じまして、個々に適切に判断をしていくものと考えてございます。次に丸2、原付き二輪車等の等は何かについてお答えをいたします。原付き二輪車等の等は小型特殊自動車および雪上走行用車両でございます。次に丸3、軽自動車を延期せず原付きを延期する理由についてお答えをいたします。原付きについては消費税率の引き上げ時期が延期されること等を踏まえまして、二輪車ユーザーの負担軽減を図るため、原付きを含めた二輪車等の引き上げを平成27年4月1日から平成28年4月1日に延期するものでございます。次に丸4、原付き二輪車等の財政負担は国か市かについてお答えをいたします。原付き二輪車等の税率の引き上げ時期が平成27年4月1日から平成28年4月1日に延期されたことに伴い、市税であります軽自動車税の税収に影響があるものでございます。以上で河村淳議員の質疑は終了いたしました。次に何の議事進行ですか。今の質疑の、議事進行でございます。質疑の何の議事進行ですか。まあ、質疑の途中で、議長が質疑を打ち切ったわけでございますけれども、質問時間が制限ある根拠を、伺いたいと思います。地方自治法の何条で定められているか教えていただければと思います。議事進行には当たりませんので進行いたします。次に吉田一郎議員。